朝食の時にも言いかけたんだけど、私ね、実は夜中にこの窓の外で何かが光るのを見たのよ。懐中電灯とかじゃなくて、もっと小さな光が空中で何度か光ったの。ちょうどあっちの方にゆっくりと動いていく感じで、そのうち見えなくなっちゃった。一体何だったんだろう。俺は調べなあかんことがあんのや。何遍言うたらわかんねん。そやかて、ちょっとぐらい手伝ってくれてもええやろ。どうしたの？おお、コナン君。ちょうどええところに。平次のおかんから預かってたメモがどっかに行ってしもうて、どうしてしもたんかな。かまへんかまへん。どうせ料理のレシピとかそんなんやろ。でも大切なメモかもしれないし、探すの手伝ってあげた方がいいんじゃない？なんやて？そうやろ？コナン君ええこと言うわ。さあ、行くで、平次。こら！覚えとけよ。
あの風車は手前の2つが西関用の電源、奥は東関用の電源になっているんですよ。そうそう、電気といえば昨日夜中に停電がありましたっけ。停電？それって何時頃？12時を少し過ぎた頃だったんじゃないかしら。間違いない？ええ、確かにそうですよ。私は西館にある自分の部屋で本を読んでいましたから覚えていますよ。消えていたのはほんの少しのことで、すぐに復旧しましたけどね。ここに用はないな。鍵がかかっているみたいだ。この島に来た時はまさかこんなことになるとは思っていませんでした。もし殺人の起きた理由がトネ氏の遺産に関わりがあるのだとしたら、僕は この島に来た時はもし殺人の起きた理由
わざわざ運ばせたにもかかわらず、ブランデーには全く手をつけていない。直後に予期せぬ侵入者、つまり犯人がこの部屋を訪れたっていう、何よりの証拠だ。首にあった締められた跡と部屋に残された手つかずのブランデー、やはりクライドさんは館の中で首を締められて殺されたんだ。あとは遺体落下のトリックだが、それにはおそらく昨夜の停電が関係してるはずだ。どうやらクライドさんが見つかった現場に戻ってみる必要がありそうだな。